ソウルキャリバー7回目。今回は、奈落の番人、ボールド。ポージングがいいな。なんでこのポーズで止まってるんだよ。いや、でもすっかりもうソウルキャリバーでは、なくてはならない存在です、ボルド。あ、またステージ1はカサンドラだ。いや、でもちょっとここでまた練習させてもらおう。ボルドもね。いいなぁ。最初から飛ばすぜ。頑張ろう。ちょっとまずはこのトリッキーな動きに自分自身が慣れないといけませんね。前回はアイビーのさ、セルバンテスがすんげえ沼で、ほんと30分ぐらいやってた。たださ、思ったんだけどさ、ボルドの因縁の相手もセルバンテスじゃねっていう。今回もラストセルバンテスなんじゃないのかな。で、このポーズ。何の意思表示なんだろうな。ベルジー様に何を捧げてるの。おお、あ、これいいね。あ、出た出た。すごい、今のね、後ろ回りが結構気持ちいい。こうなってこうか。なるほどな。ボルドもご機嫌なようです。このキャラクターがレギュラー入りするってすごいよな。あ、ユンソン。次回ね、ユンソンちょっと使ってみたいなと思ってたんですよ。ファンソン業も継ぐものでしょ。ああ、でもなんかファンとは違った爽やかさがあるというか。おお、いいね。おお、ぐるっと。ボルドいいね。荒ぶっとるわ。もうこれだけソウルキャリバーずっとやってると、ボルドがかっこよく思えてきちゃう。なんか普通に思えてきちゃうっていうのがね、自分の中で感覚麻痺してますね。あ、今の状態。寝てたやん。ちょっと練習したいな。いい体してんだよな。マキシ。さあ、回ってやってきた。あれ、そういえば今回ステージにマネーピットってあったっけ。ちょっと待って、後ろ向きになりたいんだけど、でも遊んでる時間ない。いや、遊んでる余裕ない。マキシ相手に遊べないわ。これがね、このアタックがね、あの初代からずっと使える。あ、出た。ぐる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 、いつも夜お見に回しております。おなじみだね、これもね。あ、よしよしよし。これをおなじみにするソウルキャリバースタッフがすごいわ、俺は。趣向。なんかボルドの趣向もいつもより強めに聞こえる気がするよ。趣向。あ、来たー、これ、これ。今の入ればよかったんだけどな。後ろ向きで。ぐるっと回るやつ、あれ好き。自分がやられたら腹立つけど。よーし。いや、いいね、ボルド。ボルドって意外と攻撃力かなり高いんですよね。パワー特化、特化というわけでもないけど、でもリーチもあるしね。決して使いづらいわけではない。強いて言えば見た目がやばいだけ。あ、で、このステージ来たか。ここはね、毎回聞きたいよ、この曲は。よっしゃー。ういー、落ちろ。あ、今キャーで落ちてったら面白かったんだけどな。よいしょー。よし、もう一回。
多めに回しております。あ、ちょっと余計なことしちゃったいいなぁ。デレレレレレ、これほんといいなぁ。よし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 、ほう、ほんとソウルキャリバーはあの名曲が多いというかね、いいよね、ステージ BGM がね。よいしょ、素晴らしい、結構順調に来れてるよ今のところ、コンティニューなしで。ボルドも嬉しそうだわ、いい笑顔しとるわ笑顔なのかな笑顔なのかな、これは。あ、アイビー、前回はお世話になりました、アイビー姉さん。その技俺も使いたかったな本当はね、もっとちゃんとプラティックスで練習してからやるべきなんだけど、もう練習する時間がないっていうのは言い訳、もう初見で全部やってます。あー、普通に負けた。宝塚のアイビー姉さん、いや、やっぱ自分が使ってた時は下手くそだったけど、敵に回すとすんげえ厄介だよなアイビーって。だからやっぱ上手い人が使ったらある種最強というか。あ、負けた、負けたしね、やば。虫巣が走る、マジか。あ、倒れた時に、あれっていうか今回ボルドのおケツちゃんと見えないね、生尻、あれ生尻アウトになったボルドの生尻、ソニーだから。うん、いいんじゃない。よーし、危ねえ、ギリギリ、よし、ボルドの尻が見たいよ。初代キャリバーは特にすごかったよね。あーたあー、まずいまずいまずい、ダメだったな。なんか自分もボルドが何してんのか分からなくなっちゃったもん途中で。よし、いいんじゃない。お、素晴らしい。あ、いいね、これ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 いやー、パーフェクト、今の気持ちよかった、今のここ、あー、いや、よかった今しこー。さあ、次ではミツルギか。いや、これやっぱじゃあさ、第7ステージはさ、セルバンデスじゃねえの。いやー、やだなー、前回どんだけ苦労したと思ってんの。あー、やばいやばいやばい、やばい、ちょっと待って、ミスルギさん、もっと普通にさ、タリムちゃんとか出てきてほしいタリムちゃん、タリムちゃんの癒しが欲しい。あ、でもソフィーティア解放されねえな、あ、カサンドラかな、いけ、あ、カサンドラもやりてえなー。でもま、次回はユンスンで。いやー、ミツルギさん自重して、落としてえな。いい場所、ああ、いやー、ちょっと今チャンスだったんだけどな、一瞬壁際に回った時はよかった。よいしょ、ぐる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 、よいしょ、でもぐるぐる嫌だろうなこれ、よし、
ここは行ったろ。あれ、よいしょ、1対1。ふう、このポーズ何を意味してるんだろうな。本当シャチホコみたいな。あ、でもシャチホコから、あ、よし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 、入った。あ、下か。いや、これいけ。あ、よっしゃ、いった、危ねえ、ギリギリ。うん、いい笑顔だわ。にっこり笑顔のいいボルド。え、ヨシミツ。あ、でもヨシミツ初めて出てきたね、上にいる。何してんの、変態対決だこれ。誰だろう、これ若本さんじゃないな。ヨシミツなんだ。へえ、意外。ここあんま関係なさそうに思えるんだけどね。今作のヨシミツ紫なんだね。え、まずい。いや、でもまあセルパンテスほどじゃないにしてもやっぱ強いは強いよな、このステージはな。おいっと、回ったー。ここでバックが入ったね。ここ、あ、ここ、ここか。いや、素晴らしい、いい回転を見せてくれた。うっと、トリッキー対決なんだよなここな。よいしょ、どっちが真の変態か見せつける時が来たようだな。よいしょ。言うてたってこれロボットからくり人形みたいなやつでしょ、吉光って。こっち生身の人間やぞ。生身の人間がこんなになっちゃったんだぞ。よし、勝った。おお、今回早いね、割とね。で、インフェルノ。うん、あ、スパッツみたいの履いてるからお尻が見たいよ。ボルドのお尻が見たくてしょうがないよ。しょー、これなんだったらこのままいければ今までで一番早いかもしれない。それはそれで嫌だな。なんで俺ボルド上手くなってんだよ。おー、いいね。うわー、ちゃ、おー、いいよいいよ。第一形態撃破。次ではアスタロス。あ、まずい。一撃がでかい。あー、さすがにまあ無理か。ちょっと頑張るわ、まだ。うい、カサンドラ、ソフィーティア。ソフィーティア出てきてほしいな。姉妹対決みたいな。あ、待って、めっちゃやられてる。あなたを救いたいって。よし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 、回れ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 、いいぞいいぞ。よいしょ、ホンユンスン。あ、あー、すぐやられた。よいしょ、シャンファね。よっしゃ、回れ。よいしょ、自分も回るし、自分も回るし、人も回す。よっしゃい、よし、いいよ、かなり体力残ってる。これはいけんじゃねえか。最後ラファエル、回れ回れ、回っていけ。よっしゃ、いったか。あ、もうちょい。よいしょー、あれ、あ、いやいや、油断はできない。あと一撃、ここ、オッケー、なるほど。
やった倒した。今回早かったね。まだだって動画的にも15分ぐらい、前回1時間ぐらいかかったんだぞ。全然違うね、やっぱ使うキャラによってね。お、ベルチー様。おー、ソウルエッジもソウルキャリバーも回収。いつもと変わらない暗闇の中、彼は至福の時を迎えていた。手にした秘剣を祭壇へと運ぶ。主の望みが叶う日が来たのだ。どんな CG なんだよこれ。今彼らの悲願はすっされ、再び彼の耳に懐かしき声が。いつまでも彼は暗闇の底に潜み、今日も主を守り続けている。引きこもりエンドということで。いやでもね、かなり使いやすかったような気がする、他のキャラと比べて。俺実はボルド使いなのかな。ボルド良かったな。はい、じゃあ今回はここまでということで、次回は、ファンソンギョン的なやつ、ホンユンスンを使ってみようかと思います。ご視聴ありがとうございました。